こんにちは、セークレッドグランドのシンボです。今回はオーリンズのスプリングをテストするということで、オーカマンさん、シーアンド通販さんって人に来てもらってですね、 XJR1300 のリアのバネを交換しました。でそれでセッティングも含めてどういったことをしてきたのかっていうところから話を始めますけれど、紹介すると、これは今日はお手伝いの梅山君、はい、ご無沙汰しております。主役の、何度か動画には登場させてもらってます、初めましての方は初めまして、大釜と申します。よろしくお願いします。千葉の巨人。はい、千葉の巨人落ち湯です。お願いします。お願いします。お願いします。はい、お願いします。声は結構取ってるんで、僕らが聞こえればいいぐらいですから、ほどほどで大丈夫なんですけど、まず一番最初にバネ付け替えて一人でもうその当日帰ってもらったじゃないですか、はいはい、そこの印象を軽く教えてもらえますか。やっぱりその、当日普通につけただけだった時はすごくそのなんか硬いっていう印象があったんですね。で、後日、ちょっと自分でツーリング一人で行って、イニシャルだけ下げて、で、純正のオーリンズを使ってるんで、ダイヤルで5クリックだけ緩めた状態で、気持ちよく走れるかなっていう状態にまでは持っていきました、はい、でそれでじゃあ今日来た、はい、ということですね、はい、そこから乗って、一応パッと乗ってみたんですけど、それぞれの印象っていうのがあったんで、まずバイクの下地がどうなっているのか見る必要があるじゃないですか。だから現状把握って意味で、皆さんに意見聞いたんですよね。この状況をどう思いますかっていう、はい、でそれぞれ梅ちゃんどうだった、うろ覚えでもいいんだけど、はい、うろ覚えどうなんて言ってましたっけ。最初確かフロントが、そうだね、高いって言ってたんでしたっけ、なんかフロントがうんぬんって言ってた。そうですよね。あんまり、全体的にはすごいいい印象で、楽しいなとは思ったんですけど、ちょっとフロントが高いような気がするみたいな意見をしてた気がします。大川さんはその今日の朝っていうか、はいはい、の状態で今みたいな感じどうでしたかね。フロントとリアみたいな感じで話した。そうですね、朝まではそういう認識はなかったんですけど、今日一日いろいろお勉強を含めてやらせてもらってからは、やっぱりじゃあ高かったのかなっていうのは今になって思いますね。後ろが低かった。そうですね、はい。酒井さんはどうでした、パッと乗った時の。はい、ですね、後ろが低かった、高かったんですけども、ちょっとその私調整して下げて、ちょうど良かったかなっていう印象は私はありまして、はい、それでなんとかちょっと合わせたら、そこそこバランスで80点ぐらいいったかなっていうところでしたね、はい。僕はもうパッと乗って、これはもう、とにかく後ろが高いって感じで、だからそこから足を始めようってところだったんですよ。でそれがあったので、みんなにね実験してもらったんですよね。どういう実験かっていうと、車高を確認する僕なりの手法っていうのがあって、それを全員に試してもらって、でそれの結果が僕は後ろが低いって言ってて、で、はい、梅ちゃんはその伝授した方法で試してみると、はっきりと違いは分かったんですけど、まず最初の言ってるところが社長と全然反対のこと言ってるし、はい、それで、言われてみれば、確かにそうだなっていう方法で分かりましたって感じですね。大川さんどうですか、その車高をこうやって確認してくださいって言われて、はい、まず後ろが低いんだよっていうのを説明したじゃないですか。こういう動きになるからそう感じ取れるんだみたいな話をして、で実際に感じ取れました。あれはすごく感じましたね。もう目から鱗というか、今までそういうその後ろが低い高いっていうのはあんまり意識したことがなかったんですけど、そういうバイクの挙動というか軌道の描き方っていうのは今まで何度か経験してて、これ何なんだろうっていうのはずっと疑問に思ってて、それが今回の、テストで、なるほどそういうことだったのかっていうのはすごく勉強になりましたね、はい。で落ちるさんはどうですか。落ちるさんね、ある程度自分でやってるから、判断基準で持ってたと思うんですけど、後ろが低いで、後ろ軸で乗って前をこう大きくこう頭を振るというか、トップブレッジを大きく動かすみたいな、そういったような、バイクだったなっていうふうに思いました。この中で、僕が一番ちっちゃくて、
落ち差が一番でかいんですけど、165、172、3で、で190だからもうあれですよね、あの着座位置が違うからその感じ方がね違うって話をしてて、うん、あのもう座る場所によって車高の感じ方ってすごい変わっちゃうんですよね。変わりますね。なんかもちろん僕もあの最初乗った時に何が違うんだろうっていうのを試す時に結構スピード出してみたりとかアクセル開けたりブレーキかけたりみたいなやるんですけど、なんかあの時感じたのはもっと低いスピードで分かることが、うん、てかその段階で分かんないといくらスピード出しても意味ないんだなっていうのはすごく感じた。そうだね、はい、はありましたね。身長の違いはすごくよく分かった。外から見てて全然違うやみたいなのがもうあの動き方がね、またがった瞬間に多分もう動いてるのと、あとバイクのサイズが相対的にすごくちっちゃくなっちゃうなっていうのは感じたので、うん、なんか逆に言うと僕ら酒井さんがビッグ、あ酒井さん落中さんが両方言ってが大丈夫そうです。ビッグバイク乗ってる姿って僕らからするとあの125とかむしろ 50cc 乗ってるような感じなんですよ。だから狭っ苦しいじゃん、はい、で動くとさバイクがものすごく大きく反応しちゃうでしょ、はい、だからああいう感じなんだよね、うん、感覚的には、うん、まあ、それで、まあ、みんなの意見として後ろが低いねって話をして、じゃあ車高どれぐらいかってとこで僕がリアの車高を 0.5 ミリ半回転上げましょうっていう提案をして、うん、で乗ってもらったわけですね、はい、上げたらどうだった。すごくニュートラル、あの初めその楽しいっていう意見を出してたんですけど、まあ、これを乗っちゃったら、まあ、こっちの方がいいよねっていう明らかに違う明らかに違う、まあ、本当に半回転っていうと何ミリですか、で 0.5 ミリの違いなんですけど、まあ、乗ったら全然違うなというふうには感じました。リアショックのこのレバー比でね、はい、あの大体こういう一般的なネイキッドだとレバー比が 1.3 だからダンパーでコンマ5でも、まあ、かける 1.3 するんで、はい、まあ5315で 0.65 ミリとか、はい、まあ、リアアクセルっていうかホイールのところで 0.6 ミリぐらいの差なんだけど、うん、結構体感できるんですよね。変わりますね、はい、うん、っていうか、うん、バイクのこう姿勢が全部変わっちゃうので、うん、リアだけじゃなくてフロントの感触とかも結構違う印象になりました。でどうですかお母さんは。そうですね、やっぱり、まあ、同じ印象ですよね。とにかくそのあのなんていうんですか、まあ、車高が低いことによってやっぱ前のタイヤと後ろのタイヤの描く軌道っていうのがやっぱ本当になんていうんですか、別に無理なことはしてないのにむしろそっちの方がよくわかるっていうのは本当に驚きで、やっぱりその調整してから乗ってみるとなんていうんですか、同じ動きっていうと語弊があるかもしれないですけど、あの同じようなラインを一緒にこうやって、あの前後タイヤがね、そうですね、あのなんか海を泳ぐ魚の群れみたいな感じで気持ちよく動いててくれるんで、全然その乗っててあの恐怖感がなくて、あこれだったらもう自分の思った通り あのラインを取れるなっていうのはすごく感じましたね、はい、で酒井さんは どうですかね、まあ、そのコンマ5ミリで、うん、この好みを言ったんですかね。そうですね、あの好みです、好みです。まあそれとね、まあ、車体で 0.5 ミリ後ろを上げる前に比べて、まあ、後ろよりも前タイヤの怖さっていうんですかね、こうちょっとタイトなところ入っていくときに、まあ、ブレーキギュッて握ってこう入っていくと思うんですけども、そういったときちょっとフロントがこう少し接地感ないような、なんかタイヤちゃんとタイヤをが路面を押してないなっていうような挙動がちょっとあって、少しこう力入ってしまうような、シーンがいくつかあったんですけども、そういったところがなくなって、もう脱力って言えばですね、肩の力もストンと落ちてるし、二次旋回なんかはもうちゃんとお尻でシートを押すって乗って、もう体を預けてまま立ち上がっていけるなっていうところで、本当無駄な力が入らないようなバイクに激変しましたね、はい、激変です。 0.5 ミリで意見です。いいですよね、はい、それでその状態でいいって、まあ、だいぶそのベースができたってぐらいだと思うんですけど、そこからだから持ち主っていうことで大川さんにその問題点というか、ここからどうしますかっていうか、何が気になりますかって話をして、やっぱりなんかバイクがちょっと暴れるっていうか、そうですね、なんていうんですかね、全体別にそのタイヤの接地感がないわけではないんですけど、なんていうんですかね、その
落ち着くのになんか時間がかかるというか、やっぱりその細かいギャップ、連続したギャップを乗り越えていくときにすごい、うん、振動がもうダダダダダってきちゃうような、だからそのせいでなんかちょっとあの上質な質感がなくなったかなっていう印象が出てきちゃいましたね。それをもとに変更したじゃないですか、現僕がね変更したんですけど、まあ、具体的に何したかっていうと、その大川さんが言うバタバタバタっていうのがよくわかるから、それを抑える必要があったわけですよね。でどうやって抑えたのかっていうと、一般的にこう暴れるのを抑えるっていうと減衰かけちゃったりするんですよ、はい、でそれで収めちゃうんだけど、そもそも動く量が大きいからちょっとイニシャルかけようっていう、でそこでイニシャルかけて動きすぎだったところを、まあ、最低限に抑えると。でもう一つ、それは収まったんだけど、それでもまだちょっと余韻があるなっていうところを感じて、伸びの減衰を3つかけたんですけど、そうすると今度はちょっとリアがね全体的にこう低いまんま、はい、伸びきらずに、ずっとこう、そうそう伸びきらない感じになったんで、3つかけたのを2つ戻して、はい、なんか元からすると1つ強くかけたっていう状況なわけですね。でそれを乗ってどうだった？いやめちゃめちゃ面白かったですね。よかった。ついついその乗った直後に自分のバイク乗んなきゃと思ってそのままメットを脱がずに乗り換えて俺のバイクどうよ、俺のバイクどうよというので行ったんですけど、まあ、そこまではまだまだ行かないなっていうのを感じつつもまあでもなんか片鱗は見えたというか、あこういう方向性にしとけばいいのかっていうのはなんとなく分かったっていう状態ですね、うん、はい。大川さんは、そうです、本当にもうその通りで、その最初その調整前あの乗ってた時のバタつき感っていうのがもう、まあ、綺麗にとまで言わないですけど、でも本当にあこれなら安心してもう乗っていけるなっていう、もう全然怖くないなっていうぐらいまで収まってくれて、でそのさっきも言った上質な乗り味っていうのが戻ってきたなっていう、そういう印象になりました、はい。で酒井さんは、はい、明確な違いは立ち上がりですね。アクセルを早いタイミングからもう開けていけるので、ちょっとタイトなところ入るときにですかね、タイトコーナーが一番分かりやすいと思うんですけど、やっぱこのちょっとこうブレーキかけとかなきゃいけないなとか、ちょっとまだ向き変えるの早いなっていうところがもうもっと手前から曲げ始められて、早い段階からこうアクセル開けられるようになっていて、もう安心してアクセルをひねっていけるなっていう変化が一番大きかったかなっていうふうに思います、はい。